おお、うるさい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 。目覚まし、俺もうほんと目覚ましの、iPhone の目覚ましボイスをまもるちゃんのヤッホーにしたいんだけど、今日はラジオ体操があるみたいですね。でもまだすごく眠いよなんだよ、低血圧だな。アリー、あ、朝だよ。これこれこれをもう本当に使いたいですよね、目覚ましボイスに。うん、じゃねえどうした兄、マモル来たのか。兄、遅刻しちゃうよ。早く起きないと、ラジオ体操ですよ。でもあれなんか寝起きがよろしくないですね、今日の兄は。入るよ。あ、入ってきちゃった。マモルちゃん、今日もいい34番。やっぱりまだ寝てたんだね。あ、キレられちゃってるよ、うー、マモル早起きできるようになったんじゃないのかよ、兄。朝からまもるちゃんのね、この元気な声を聞けて、素敵な笑顔を見れたら、そりゃ、眠気も覚めるでしょう。と思ったけど、兄、なんだかものすごく眠くって、って。まだ覚めてない。このままだと遅刻しちゃうぞ。そうだよ、ラジオ体操。ごめん、まもる。ほら、ごめんじゃないよ。どうせだったら、頑張って起きちゃった方がいいよ。ねえ、ぶん殴っていいよ。マモルちゃんにだったらぶん殴られてもいいよ。ダメダメ、ほらベッドから出てさ。うん、わかった、起きるよ。なんでいやいやなんだよ兄。ほら兄、うん、早く早く。ラジオ体操ももう残り少ないですからね。マモル本当にごめんよ、起きるのに時間がかかっちゃって。うん、ギリギリだけど走ればまだ間に合うよ。お、じゃあ走っていきましょうよ、急ごう。起きるのにこんなに時間がかかっちゃうなんて、昨夜何してたか分かったもんじゃねえよ、兄なんて兄ほら早く。うん、兄どうしたんだ。どうしたの、ペースが落ちてるけど。え、少し息切れがねって、情けないな。どうしたんだろう、寝起きだからかすごく体が重い。兄大丈夫。うん、僕もう少しゆっくり走ろうか。え、ダメだよ、このまま守るまで遅刻したらせっかくの皆勤賞がダメになっちゃう。やばいよ、スタンプもらえなくなっちゃうよ。悪いけど守る、先に行っててくれ。ああ、もう兄のことはほっといて、俺の屍を越えていけ。兄、うん、僕後から行くからさでもほら、守るちゃんにこんな表情させちゃったよ兄。このまま遅刻したらスタンプがもらえなくなっちゃうぞ兄。ほら、マモル、急いで。お、うん、僕、うん、やっぱりアニーと行くよ。え、だって、うん、せっかくここまで一緒に通ったんだよ。あ、どうせだったら最後まで一緒に行こう。マモル、マモルシンもう、神格化してきております。マモルちゃんはアニーと一緒じゃなきゃ、神様のような聖母マモルちゃんでございます。うん、意味ないよ、こんなにいい子がいらっしゃいますか兄。だからさ、うん、ね、ああ、もう頑張っていかないと兄、できるだけ急ぐからって。お前もいい、急げ、早く走れ。でも兄無理はしないでよ。うん、お、え、あ、え、始まっちゃってるね。遅刻ですか。うわ、もうこの BGM がだから切なすぎる。守るごめんね、僕の責任だよ。ほんとお前の責任だよ兄100% お前の責任だからな。僕がもっとちゃんと起きればっていう、しかもなんかこの眠かったからっていう、どうしようもない理由じゃないですか。なんだよ、兄のせいじゃないよ。あ、でもこういうね、兄は責任っていいって言ってくれたんだもん。こういうことを言ってくれる守るちゃん、守る。それよりもさ兄、うん、ほら早く列に並ぼう、せっかく体操しに来てるんだしね。こんないい子がいらっしゃいますか。そりゃー、もうこの子とこうやって会話ができるんならね、そりゃーね、プライベートより優先してシスプリやるわ1、2、3、4。かわいい。2、2、3、4。うん、兄楽しいよね。守る、まだ、兄、いつまでへこんでんだよ。ほら、
兄も声出してさ、うん、そうすればきっと元気になるよ。そうだよ、マモルちゃんがこれだけね明るく振る舞ってくれてるんだから、うん、そうだねじゃねえんだよ兄。もう兄のダメっぷりが出てきたな。いい汗かいたね。ねえ、うん何このネガティブ兄。マモルは僕のせいで遅刻をしちゃったんだ。本当に悪いことしたよ兄。ほら元気ないぞ。そんな顔、兄らしくないよ。だけど守る、本当にごめんよ。本当申し訳ないよね。寝不足だったばっかりに今日を入れて残り2回だったんだろう。それなのにここに来てだよな、本当。いいんだよ、僕前にも言ったよね、お菓子の詰め合わせも楽しみだけど、それより兄と一緒にラジオ体操に行くのが楽しみだって。あれ、嘘なんかじゃないよ。僕、夏休みが始まってから、ずっと思ってたんだ。こんないい子がいますか。今年の夏はね。何なんですかね、本当に、守るちゃんって。何かをやり遂げたいなって。あらららら、そうだったのかい。だからさ、うん、兄、スタンプはもらえなかったけど、うん、あと1回だけ。最後のラジオ体操も僕と一緒に行ってくれるよね。当たり前じゃないか。もう本当にね、素晴らしいね。え、僕にはその資格はないよ。だから兄、何だもん、ネガティブ兄は。どうしたんだよお前今日。あの日か、お前あの日か。今日だって僕のせいで遅刻したわけだし、そこまで言ってもらえる資格僕にはない。いやいや、じゃあ、まあそこはもう守るちゃんが。そんなことないよ。そうで、守るちゃんの気持ちを汲み取ってあげろよ。兄がいてくれなかったら、きっと僕ラジオ体操にだってここまで通えてたかわからないんだよ、うん、兄だから。守る、うん、分かったよ。守るにそこまで言われたら付き合うしかないよね。なんかイラッとすんな兄。ありがとう。兄ムカつくなお前。ちょっと、おっ、そこのあなた出た。やばい、このタイミングで来た。あの人セクシー先生じゃないか。あの先生が呼んでるよ。え、うん、僕、え、マモルちゃんを呼んでるの。なんだろう、ええ、これはあなた、ちょっとこっちに来てちょうだい。ハートマークおかしいだろう。はーい、うん、どうしたんだろう。叱られるようなこと何かしたか。お、でもこれはもしかして、もしかするか。マモル、何だったんだい。お、このリアクション。兄、うん、ほら、うんうん、これ、うん、これって、うん、おー、よかった。ラジオ体操のスタンプもらえた。あの先生スタンプ押してくれたんだ。でもどうして。あのね、うん、あの先生いつも見てたんだって。あ、うん、兄と僕が頑張ってるの。そうだよね、なんかあの先生こっちを見てるぞみたいな描写もあったよね。だから今日は特別におまけしてくれるって。あ、そう言われたんだよ。なんだ、すごいいい先生だったんじゃん、あの先生。なんか最初の頃は恋敵になるんじゃないかみたいなことを言ってたけど、めちゃくちゃいい人。救われたわ、よかった。うん、なんだか僕嬉しくて嬉しくて、うん、もう飛び跳ねちゃいたい気分だよ。飛び跳ねちゃおうぜ、もうこの際一緒にさ。だけどこれで終わりじゃないからね、次こそ遅刻はできないぞって。なんでお前上から目線なんだよ兄。おめえ、ね、ほんと守りちゃん、ほんと一発ぶん殴っていいからね、この兄は。むしろ殴ってください。しちゃおうよ。お菓子の詰め合わせ目指してあと1回か、ラストは頑張っていこう。さあ、夏祭りですよ。今日は朝ラジオ体操もあったけど、8月15日といえば夏祭り。妹みんな参加ですからね。まあ、みんなっつっても、まあ、しばらくマリエちゃんが出てきてないから。生死不明になってるのはちょっと恐ろしいんですけどもね。ん?でもおかしいな。そろそろ来てもいいはずの時刻なんだけど、マモルが来ていない。なんか迎えに来てくれるっつってたんだけどね。あれ?あっちから走ってくる浴衣の女の子。あ、そうだ。ああ、これはもうほんと可愛いですよね。浴衣姿のマモルちゃん。
こんばんは、守る。もしかして時間間違ってたかな。ううん、僕の大遅刻だよ。今日はお互い遅刻しちゃったわけだ。じゃあ、つっても兄は寝てただけだけどな。あのね、浴衣って普段着慣れてないから、ちょっと時間がかかっちゃったんだ。いやでもこれは可愛いっすよ、本当に。兄、ごめんよ。いやそんな気にしなくていいよ。それより褒めてあげろ、褒めてあげろ。兄、どうかした？朝のもうあのあれだよ、名誉挽回。マブル、なんだかいつもと違う感じ、いつもと感じが違うなって思ったら浴衣のせいだったんだね。僕そんなに違って見えるかな。雰囲気はちょっと変わって見えるね。見違えちゃったよ、やっぱりマモルも女の子なんだなって。お、そんなん言っちゃう？女の子。これ前回もあったけど、このなキョドルマモルちゃん可愛いんだよな。いつもはボーイッシュな服装しか見てないからね、浴衣を着たマモルって新鮮だよ。そんな、うん、もしかして今日取る守るちゃんいいわ。なんか変だったりする？いやいや変じゃない、むしろその逆だよ。変だったりなんかしないよ、とっても似合っているぜ。そうよかった、かわいい。守るちゃんかわいい。今日の夏祭りきっと盛り上がるよ。そうだね、楽しみだね。僕なんてやりたいことが多すぎて、ずっと迷っちゃってるんだ。マモルちゃん何をやりたいんだ。マモルがそうなるのも分かる気がするよ。やっぱり夏祭りは年に1回だしね、もしやり残したらって。ほうほうほう、だから僕今日は全部やっちゃうつもりでいるんだ。全部ってどういうことだ。屋台全部回るのか。うん、兄急ごうよ。オッケー。でもあんまり走らないようにね、今日は浴衣なんだからさ。え？そうだったね。イヒヒ。あ、来ましたね、この五右衛門みたいな BGM。 はい、まあ、ここからのですねイベントは、カレンちゃんルートの時も、キャッハー、兄ちゃん、こっちこっち、キャッホーって同じイベントを見てしまったのでね、詳しくはカレンちゃんルートの方をご覧ください。さあ、全員集合したはいいものの別々で行動することになりました。さあ一体誰と一緒に行こうかなって、マモルちゃんに決まっとるやないかい。マモル一緒に夜店を回ろうぜ。え、兄、いいの。もちろんだよ、全部おごってあげるからね。お金払ってあげるからね。ちゃうよ。それじゃあ行こうか。うわ、何何の音だ今の。お店がたくさん並んでるよ。バルーンみたいなのかな。夏祭りは年に一度のイベントだから随分と盛り上がってるね。うん、これだけあるとやっぱり全部は無理かな。とりあえず行けるところから行ってみようよ。兄、気持ちがいいな。じゃあ、あそこの綿飴屋さんから行こうよ。綿飴、あ、意外と可愛いチョイスしますね。綿飴って甘くてふわふわして、いつの間にか口の中で溶けちゃうんだよね。綿飴になりたい。綿飴になって兄に食べられたい。兄じゃねえや、マモちゃんに食べられたい。兄なんてどうでもいいんだよ。兄なんてどうでもいいんだよ。だって僕一人で食べるにはちょっと多すぎるんだもん。お、綿飴シェア。兄、半分ずつ食べながら歩こう。お、いいっすね、夏祭りの感じを味わわせてもらうよ。兄、どうかな、綿飴。ふふふ、とっても懐かしい感じがするよ。これが夏祭りの味なのかな。なんでふふふって笑うんだ。うん、甘いね。これ関節綿飴キッスになっちゃってるんじゃないの、もしかして。それに僕もなんだか前の夏祭り思い出しちゃった。ほうほうほう、兄の言う通りこれってきっと夏祭りの味だよ。おお。じゃあ兄、次はあれだね。なになに、射的か。ああ、そうだな、マモルちゃんといえば射的、て言えばっていうのはおかしいけど射的好きそうだもん。僕得意ってわけじゃないけど、こういうのって好きなんだよね。だろうな。それに今日は兄の前だし、いいとこ見せちゃうよ。うまそうだよ、なんか射的。マモルの活躍楽しみにしてるよ。え、兄はやらないの。
3人はどうするの？僕あんまりこういうのってやったことがないんだよね。兄、僕が教えてあげるよ、うん、だからさ、だったら守先生にご指導してもらおうかな。よし、このノリちゃんと見ててね、うん、あのぬいぐるみを狙うから。え、あれじゃねえの、ダザールじゃねえの、ダザールさ、ダザールじゃねえ、なんだっけ、また名前忘れちった、ゴダールか、ゴダールじゃねえの、もしかして空前のゴダールブームが起きてますから。シスプリの世界では、こうやって体を前のめりにして、うん、目標に重心を近づけて、うんうんうん、うん、なるほど。それで最後に銃を支える腕をまっすぐにするんだよ。ほう。そしてあとは狙いをつけて、うん、あー当たんなかったんだ、惜しいって。あれれ、おかしいな。ちゃんと狙ったはずなんだけど。もうちょっとだったね。あ、だからここが兄かっこいいところ見せて取ってあげるんじゃないの。次こそは命中させて、うん、あのぬいぐるみゲットしちゃうよ。おう、よし、ぬいぐるみとか欲しいのかな。目標に重心を近づけて、うんうん、どうだ、あらら、あらら、また外れ。うん、どうしちゃったんだろう。僕今日調子悪いね。なんだかとってもかっこ悪いよね。そんなことはないさ。兄に教えてあげるって言いながら一発も当たらないなんてね。口では言ってるけど、守ちょっと落ち込んじゃった。あ、じゃあ次は僕が挑戦するから、守ちゃんと教えてくれよ。そうだ、ここで取ってあげるのかっこいいぞ。兄、うん、ほら、初めはどうするんだっけ。守が教えてくれないとわからないよ。目標に近づくように体を前のめりにするでしょ。ほうほう。あ、兄、そんな感じだよ。なるほど、いいセンスだ。あ、ほら、すごい、すごいよ、当たったよ。さすが兄、守のおかげだね。え、守が僕に的確なアドバイスをしてくれたからだよ。そうじゃなかったら一発でも、一発では当たらなかったさ。兄かっこいいじゃん。そんな、かっこいいこと言っちゃって。もともと兄の腕が上手だからだよ。褒め上手、まったく。僕なんて。ほら兄、うん、早く次の夜店に行こう。あっちの輪投げがいいかな。お、輪投げ、射的の次は輪投げかい。だってやっぱり兄の前だし、うん、かっこ悪いままじゃいられないもん。ほうほうほう、それじゃあ射的のリベンジ、そういきますか。うん、今度は大丈夫だよ、うん、僕射的より輪投げの方が得意なんだから。ほら見ててよ、あのお菓子を取っちゃうからね。おお、頑張れ頑張れ。えい、えい、お、やった、あー、よかった。じゃあ、うん、次はあっちの時計がいいかな。え、時計なんて難しいんじゃないの。それ、お、取れたんだ。守るのではすごいな、100発100中、いいセンスだ。なんで長所リボルバーオーソルとか入ってくるんだ。何か欲しいものはない、うん、僕が取ってあげるよ。マジっすか。それじゃあ、これはどっちだ。マグカップ、ペンダント、まあどっちもいらねえっちゃいらねえんだけど。じゃあ、まあ、マグカップの方が簡単そうだから、マグカップにしときますか。うん、魚の絵のマグカップかな。うん、わかったよ。うん、よし、慎重に狙って、うん、それ、頑張れ、やった。はい、兄、マグカップだよ。さすがですね、守ちゃん、ありがとう守。これで何かを飲むたびに守の顔を思い出すようにするよ。おおおおお、なんだなんだ。兄、うん、なんか僕照れちゃうよ。なんかね、兄露骨に狙いに行ってる感じだね。あ、もう盆踊りが始まるってさ。うん、そうみたいだね。うん、兄行ってみない。そっか、もうそんな踊るのも見てもらいたいしさ、うん、兄が来てくれたら僕きっと張り切っちゃうんだけどな。マモルちゃんが踊ってるの見たいわ。うん。そう来なくっちゃね。兄、ほら、早く早く。テンション上がってるな。お、おお。いいな、夏って
感じで踊ってる。まもるちゃんかわいい。盆踊りの輪に混じって楽しそうに踊ってるよ。やっほー兄やっほー。こっちに手を振ったりして、まもるは本当に元気がいいな。おい兄も来なよ。兄兄も一緒に。ほら兄、そこで見ててもつまらないぞ。おお、ボンダンス。どうせだったらボンダンスしちゃいますか。踊ろうよ。藤山芸者ボンダンス。踊りなら僕が教えてあげるから。だからほら。意味がよくわからないですけど、はい、一緒に踊りましょう。じゃあ、ふふ、そうだね。だからふふってなんなんだよ。守がそう言ってくれるなら参加してみよう。うん、兄、こっちこっち。うん、藤山芸者ボンダンス。一緒に盆踊りなんてちょっと恥ずかしい気もするけど楽しいな。僕のやるように真似してね。また守先生じゃないですか。ほらこうして手を上げて、うんうん、こうかな。うん兄、いい感じだよ、うん、あとは音楽に合わせてさ、うんうん、そうそう、こうやってみんなと動きを合わせているとなんだかウキウキしてくるでしょ。うん、そうだね。守の楽しそうな顔見てたら僕もつられちゃったみたいだよ。やっぱりみんなと踊るって楽しいよね。うんうんうん、じゃあほらもっと踊ろう。おー兄、盆踊り楽しかったよ。いい思い出になってるね、本当にね。この夏兄の踊りとっても上手かったしね。え、本当に。バモルありがとう。じゃあそろそろ行こうか。え、もう。あ、ほらなんかちょっと名残惜しそうな。マモルちゃん、花火大会の前にみんなで集まるって約束したからね。そうだったよ。みんなを待たせちゃ悪いもんね。そうだね。まあ花火大会の様子は詳しくはカレンちゃんルートをご覧ください。ご帰宅かと思ったらピンポーン。やっほー兄。まだ終わってない。今日という一日はまだ終わってない。マモルじゃないか、どうしたんだい。兄にちょっと話があるんだ。うんうん、兄、うん、夏祭り楽しかったよね。うん、とってもいい思い出になったな。そうだね、僕も忘れられないいい思い出ができたよ。ほんと兄、ずっと覚えててくれる。なんだ、死んじゃうみたいだ。今日はとても楽しかったからね。そうだよね、兄なら覚えててくれるよね。うん、守ちゃんのこの浴衣姿を忘れるわけがないじゃないか。海水浴の日にした約束も覚えてるよね。うん、Of course、 もちろん覚えてるよ。そう、一緒に旅行に行く約束、まあこれがグランドフィナーレになるんでしょうからね。ごめんよ兄、うん、僕もいろいろプランを練ってみたんだけどなかなか決められなくて。守ちゃんとだったらどこでもいいですけどね。でも昨日になってようやく完璧なプランができたんだ。完璧なプラン？なになに？どんなプランか聞かせてくれよ。うん、場所なんだけど、毎年僕が行ってる貸別荘があるんだ。また別荘か。そこに泊まろうかなって。なんだ、みんなここの妹たちは別荘持ってんのか。その別荘は、別荘は同じ海沿いなんだけど、もしかして近くに山もあって、いろいろな遊びができそうなところなんだ。うんうんうん、山でサイクリングとか海で泳いだりとか、うん、きっと兄と楽しく過ごせるよ。なるほど、先ほどなかなか魅力的な場所だね。うん、あそこなら海にするか山にするか迷わないで済むんだよね。海行くとな、海じゃない、山行くとまた蜂に刺されそうで怖いんだけどな。うん、夏休みの最後の日なんだ。最後の日、僕兄と最高の思い出を作るつもりだよ。うんうんうん、兄と二人きりの旅行だもんね。もう僕胸がドキドキしちゃって、とっても待ち遠しいよ。ねえ、これは最後一体どんな終わり方を迎えるのか。どうせ血つながってねえんだろうな。それを言うなっつうのだから。本日のメールチェキ、おお来てますね。夏祭り盛り上がったね。ほんと楽しい一日でしたね。やっほー。やっほー。今日はどうだった？うん、兄と一緒の夏祭り盛り上がったね。うんうん、これだけ楽しかった夏祭り今までなかったよ。そんなにか。
夜店を全種類回るのは無理だったけど、わたあめは美味しかったし、輪投げでの僕、結構かっこよかったよね。いやよかったよ。ただ射的では失敗しちゃってちょっと落ち込んじゃったけど、うんうん、兄のおかげですぐに元気になれたしね。いいフォローしたよね、あそこね。今年の夏祭りは本当に最高だったよ、うん、あ、そうだ、うん、兄、うん、明日なんだけど僕、マウンテンバイクでちょっと遠出するんだ、うん、それで行き先はじゃーん、海だよ。海行くの？みんなとの海水浴は楽しかったけど、うん、やっぱりまだまだ海では遊び足りないからね。夏祭り行った翌日に海行くんだ。それでさ、体力底知れずだな。よかったら一緒に行かないかな。おい、や、行く行く行く。マモルちゃんとの海なんて絶対行くよ。絶対楽しいはずだよ。一日がかり。マジっすか、長くなりそうだ。明日の午前中に待ち合わせだからね。うん、いやでも行くよ、ねえ。マモルとの海楽しみだ。おはようございます。今日はマモルと海へ。あらら、これまた水着姿が見れちゃうな、楽しみでございますね。マモルはまだ来てないみたいだ。しばらく待つとするか。やっほー、やっほー、今日も元気だな。兄、びっくりした。マモル、いきなりだから心臓が止まるかと思ったよ。なんだよ。大成功だね。うん、兄がそんなに驚いてくれたんだもん。うんうんうん、ふふ、なんだかずいぶんご機嫌みたいだね。なんか最近の兄、ふふっていうね。うん、鼻につくな。もうワクワクしっぱなしで。なかなか眠れなかったぐらいだよ、うん、え、マジっすか。兄と二人だけの海も久しぶりだしね。あー、そうだよな、二人っきり。今日はとっても頑張っちゃうぞ。うんうん、だけど守る、ずいぶんな量の、あ、ずいぶんな荷物の量、そっちのマウンテンバイクだけで大丈夫かい？うん、そんなに何を？ほんとやりたいことがいっぱいあるから、うんうん、荷物も多くなっちゃった。え？フローティングマットにビーチボールでしょ？それにボディーボードもあるしね。すごい大荷物だな。なら僕の方に半分乗せていいよ。あ、兄、サンキュー。あ、いいな、サンキューって。助かっちゃうよ。フランクなのがいいね。重い荷物のせいで着く前に疲れちゃったらつまらないからね。それじゃあ、レッツゴー、出発しようぜ。今日はすっごい日になりそうな予感がするよ。テンション上がってきた。持ってきたぜ、兄。一体、お、海のいい音が。また南国だな、これ。あ、まだ。うわ、海だよ。海だよ。ほら、兄も早く早く。うん、分かってるよ。だからそんなに走らなくても大丈夫だよ。待って。楽しそうな守ちゃん。よし、さっさと着替えちゃうぞ。うん、それ。え、何それって。え、守る、ここで着替えるのは、え、そんなちょっといいんですか。お、兄。いいな、今のこの変わっていく感じ。下に着てきてたんだね。ほ、水着中に着てたのか。待って、海に来るときは時間がもったいないから、うん、いつもこうして中に着ておくんだよ。で、帰りに下着を忘れちゃったりなんかしてね。あ、下着持ってくるの忘れちゃった、どうしようつって、なんかノーパンで帰ることになっちゃって、あ、今日はなんだか僕スースーするよ、兄にでも気づかれないようにしないとってさ、なって、でもこう突然のこう突風でスカートがバーってめくれちゃって、あーみたいになって、おい、守れよ、お前なんで下に何も入りたいんだよ、お前、おいおいおい、チェキオーなら。次回まで引き伸ばすからな、海イベントは。